ンイ1、エリカカーニャに、カルナ・ブルガリス・エリカ族とは、ツツジ科の植物の属の一つ。700種類以上の種があり、その大部分は、南アフリカ原産で、残りの70種程度が、アフリカの他の地域や、地中海地方、ヨーロッパ原産である。誕生花は1月13日、8月5日、9月17日、11月25日など、常緑性の木元で、 低木になるものからお高木になるものまである。樹高は、ほとんどが1メートル以下と低いが、一部には5メートルを超えるものがある。多く枝を出し、葉を輪生状につける。三輪生のものと六輪生のものがほとんどで、一部に四輪生のものがあるが、いずれにしても他のツツジ科のものにはあまり見られない特徴となっており、花がなくても判別可能である。 葉の形は、針状から線状と細くなっており、長さも小さく、両側の円が裏側に巻いているものもよくある。花は、茎の先端か溶液から出て、単独に生じるもの、水状、草状、三形状などの過剰をなすものがあり、個々の花はぶら下がってうつむくものが多い。葉が花より短いものが多く、そのために花がよく目立つ。 学編は4列していて短く、果敢も先端は4列している。この点、同じとガでよく似た花をつける汗びや、同段筒子で5列であるのとはっきり異なっている。果敢の形は、筒状、釣り金状、壺状などの形をとり、色は、白、淡い紅黄ない、黄色、緑など多様である。またこの果敢は、宿材製で、 つまり開花が終わってもそのまま残る。おしべは通常は8個で、めしべは1つだけあって家中は1個、死亡上位。果実は、果てで、多数の種子を含んでいる。学名は、ラテン語の名であるエリカ、あるいは、ギリシャ語での名であるエレイケに基づく。600種以上があり、ヨーロッパからアフリカ南部にまで分布する。特に、ヒースとの関わりからヨーロッパで古くからよく、 親しまれているが、種数としてはこの地域に分布するものは14種しかない。分布の中心は南アフリカにあって約600種が集中する。さらに、ケープタウン東方のカレドン地区は最も多くが集中しており、220種がこの地域で知られている。ヨーロッパと南アフリカの間では、東アフリカの東部から航海付近にわたって分布があり、ここに、 約十種がある。ヨーロッパとアフリカの間では、南ヨーロッパからコーカサス地方に分布し、さらに、サハラの産地にも、自生地がある種があり、南ヨーロッパとアフリカの分布域はつながっていたと考えられる。以下に代表的なものを挙げる。ヨーロッパの、いわゆるヒースには、本属の種の他によく似た、魚流モドキ族カルナのものが一緒に生えている。 単一の種魚流モドキシーブルガリスのみを含み、その形態は本属のものとよく似ている。そのために当初はこの属のものとして記載され、後に額が花冠より木立つことなどの違いから別属となった。英語ではヘザーヘザーと呼ばれ、同じように親しまれる。エリカ類は特にヨーロッパでは古くから親しまれ、園芸の他にも様々に利用され、またその景観も 特別に扱われたヒースを用いた庭園花が美しい低木として古くから知られる。ヨーロッパ産のものはヨーロッパで古くから庭園植物として重要なものだった。現在ではアフリカの多くの種も栽培されている。園芸の立場からはその性質から ヨーロッパ原産のものとアフリカ原産のものを区別するのが普通である。ヨーロッパ原産種花は一般に小柄で、色は思考色、紅れない、あるいは白を基調とする。性質としては、体感性は C が夏の暑さには弱い。ヨーロッパでは当然ながら古くから親しまれたが、日本の気候では栽培は容易でない。特に夏の高温多湿、冬の乾燥に弱く、 太平洋岩の低地での栽培は難しい。そのために、日本ではごく少数の種が、鉢植えで栽培されている程度に限られている。欧米においては、庭園の植物として重要視され、本群のものを中心として、ヒースガーデンというものも作られていた。イーカーニャ、イーチリアーリーズ、イーシネレア、イーエリグナ、イーマキーヤナ、イーベーガンズなどが古くから栽培され、 特に、イシネレアは、ヨーロッパ系の種では、最も美しいとされる。これらをもとに選別された、園芸品種も数多い。来歴がはっきりしていない、園芸品種もまた多く存在し、ヨーロッパではそれらを総じる名称として、ヒエマリスと呼ぶ。日本では、その一部が、クリスマスパレードの名で紹介されている。他にも、荒廃品種が作出されている。 アフリカ原産種花の色や大きさ、形などは変化に富んでいる。18世紀末以降に多くの種がヨーロッパに導入された。ただし園芸的な発展は大きくなかった。ただいいグラシリスはドイツで大量に栽培され、クリスマスの鉢物としてヨーロッパ各地に供給されている。その後、ニュージーランドで切り花栽培が盛んに行われるようになった。 日本には、ジャノメエリカが、とてもよく普及し、さらにいくつかの種が持ち込まれるようになっており、鉢植えで栽培される種が増えつつある。実用的な面では、エイジュイアルボレーアは、最大7メートルにもなる木だが、幹の基部や根が太く、イタリアではこれを加工して、パイプを作り、ブライヤーパイプと呼ばれる。E コースペリアもパイプに用いられる。 いずれも南ヨーロッパのものである。他にイギリスなどでは、いわゆるヒースから、枝ぼきや燃料を得て、あるいは、これをもって、根わらとし、屋根を吹きと生活の多くの面で利用してきた。ヒースが生える、海岸線エリカ族と、それに、魚流もどき族の繁茂する荒れ地はイギリスでは、ヒースヒース、ドイツでは、ハイデハイデと呼ばれ、荒野に広がる、YC 低木群落として、 独特の景観を呈する。イギリスでは、このような地域は、低木の枝同士が絡み合って人も家畜も立ち入る、ことさえ難しく、開発を阻害してきた。他方でこれらは、蒸気のように生活に密着して利用されても来た。また、秋から冬にかけては、風が吹き抜ける荒涼とした平原となるが、春には、新緑が燃え、夏には、本族や、 近縁の魚竜もど貴族の花が一面に咲き乱れ、イギリス人はこれを原風景として、教習を抱くという。より詳しくは、該当項目を参照されたい。ありがとうございます。